5月の支払い金額っていうのが79,068円でございました。で、内訳を見ていきましょう。声優が4月20日、まず声優170円、これはお菓子を買ってます。個室居酒屋、時知らず、大宮、これはですね、友達と一緒に、飲みに行ったやつですね。で、これ9000円ってなってるんだけど、3人で飲みに行って、で1人3000円で9000円っていうお会計だったんだけど、僕が代理でクレジットカードで払ってます。なので実質3000円ですね。4月26日モバイルパスもチャージ1000円。これは大宮まで行く電車賃です。で、4月28日ファミリーマート2200円。ちょっとこれ何に使ったかわからないですね。使途不明金です。あ、思い出した、4月28日2200円、これは仕事で必要だったものを買ってますね。で、次、4月28日セブンイレブンお菓子、4月28日タイムズ赤坂29,1980円、これは仕事で使った、駐車料金ですね。で、4月27日サミットストア下馬店450円、これはおそらくお昼ご飯を買ったんじゃないかと思います。で、4月27日ナビパーク1200円、これは、仕事で必要だった駐車料金です。で、4月27日チョコザップ3000とびとび5円、これはジムの会費です。4月25日ウェルパーク月よくいなぎこ、ウェルパークだから多分これ何かお菓子を買ったと思いますね。で、4月25日アップルドットコムビル1480円、これは確かアップルストアで漫画を買ってますね。で、4月25日アップルドットコムビル400円、これも漫画のお金です。まあ、ここまでは無駄なお金っていうのはほぼ使ってないですね。767円、これは確か整髪料ワックスを買ってるね。で、4月24日スーパーベルクス板橋中635円、これはお昼ご飯買ってる。928円、これは確かね、お母さんに夕飯のおかずを頼まれて買ったんだと思う。で、4月24日モバイルパスもチャージ1000円、これなんかの電車賃。4月23日 DL サイト897円、これね、漫画を買ってる。で、4月22日声優403円、これ多分お菓子だね。で、4月の21日、NPC24アワー高野台600円、これは、職場の駐車料金として使ってる。4月21日サミットストア氷川台駅前409円、これお昼ご飯として使ってる。で、4月21日 amazon.com.jp590円、これね、何か日用品を買ってるんじゃないかな。まあ、とりあえずこ、で、次タイムズ桜京成海桜、多分これね駐車料金だと思う。アップルドットコムビル、これは多分マッチングアプリのお金じゃないかな。で、4月20日ここからファイン149円。で、ザビッグ秋島、これね多分お昼ご飯買ってる。で、4月20日モバイルパスもチャージ、これ多分電車賃だと思う。で、声優、これもお菓子、
稲毛や、なんかわかんない、なんか買ってる。で、次、もう一回稲毛や、これお菓子だと思う。で、TR ショップ。これね、楽天ショップ。楽天のお店だね。楽天で、イヤホンかなんかを買ってますね。で、これ、母親の友達に、母親の友達がパソコン使えないから、その代わりに俺が買いましたね。で、次。ST 映像制作。これはね、確かね、プレミアプロ、動画編集ソフトの、なんか、拡張機能を使いたくて課金したやつですね。結局使わなかったんで、結構無駄になっちゃった。で、イオン東久留米。これね、多分、お昼ご飯買ってると思う。で、タイムズ東久留米。これ、仕事で使ったやつ。で、4月15日、声優。これ、なんかまあ、お菓子だろうな。4月14日、LINE ギフト。これはね、確か友達にプレゼントしてる。で、次が、4月13日、マイバスケット。多分お菓子。で、DL サイト。これ、漫画を買った。で、Amazon プライムの会費。apple.com ビル960円。わかんない。何で買ってんの？あ、これ、確かな、わからんね。何使ってかわかんない。で、声優、まあ、お菓子だろうね。で、楽天モバイルのお金だから、まあ、仕方ないよね。で、ミニストップ、まあ、わからん。で、アルファテーブル NFC。 これね、多分女の子とデートに行ったっていう話があったと思うんだけど、そこでおごった、そこのお金だね。で、次、チャージスポット。これは、携帯の充電器だね。で、モバイルパスモが2連発。Google ストア。これね、 Google ドライブの、拡張機能のお金だね。で、ソフトバンク。これは、家電の電話だね。で、リノバ、ユーレイム。これね、美容院のお金だね。で、LINE ギフト、Adobe のお金は使う。で、まあ、結局またピクシブか。またピクシブだよ。このね、ピクシブってね、多分、もう解約なんでできないんだろうな。してるはずなんだけどね。で、Google Play Japan、知らん。で、スシロー、昼飯だろうね。で、モバイルパスも3連発してんだけど、これは確か友達と神奈川に行くからって言って使ったお金だと思うね。まあ、そんなこんなで、支払いが79,068円という感じでしたね。まあ、前回からの増減なんだけど、まあ、前回が、まあ、前回が 49,530円 で、で、今回が、まあ、約8万なんで、まあ、プラス3万ですね。まあ、ただ、この中には、仕事で使った仕方ないお金であったり、あとは、友達から頼まれて、俺が代わりに、前払いしたお金とかも含まれてるんで、まあ、先月よりものすごく使いすぎてるっていうわけではないと思うね。まあ、ただ改善の余地は何かっていうと、まあ、やっぱりちょくちょく買っちゃうお菓子だよね。計算してないから分かんないんだけど、多分このちょくちょく買ってるお菓子って俺ね、7,000〜8,000円あると思うんだよね。で、あとは、なんか見たい漫画があるからって言って漫画買っちゃったり、ポンって漫画買っちゃったりしてるから、まあ、それで多分2万ぐらいいってるんじゃないかな。だから、まあ、もうちょっと減らせる余地はあると思うんだけど、まあ、こんな感じだね。5月のクレジットカードの代金っていうのは。
まあね、このクレジットカードのさ、お金を、まあ、3万円とかにできたらね、結構いいんだけどね。で、そのみんなにそのアドバイスしてもらった通り、デビットカードなんかを使い始めたんだけどね。デビットカードね、まあ、使ってるんだけど、まあ、結局めんどくさってクレジットカードで払っちゃう。俺さ、もう何年もクレジットカード使い続けてるから、お会計の時にデビットカードを出すっていう習慣がなくてさ、それで今苦労してるけど、徐々にデビットカードを使うようになってるから、まあ、少しずつではあるんだけど、まあ、倹約というか、ちょっとずつ、簡単に出しちゃうお金っていうのかな、なんかでポンとおかしかったりっていうのは少なくなってるんじゃないのかなっていうふうに思います。っていうのが、5月の僕のクレジットカードの支払いのお金でございました。ということで今日はこんな感じです。バイバイ。